絶対皆さん覚えてください、今日。ここダメです。聞いてる霊たちは、自分たちがついてることを受け入れた。同調者になるんですよ。だから、って言葉を頻発する人はどんどんついてきます。お父さん。はい。私の名刺に、言った方がいい言葉みたいな。今年の最初。ありがとうって言葉を言うといいよっていう話したじゃない。はい、でもね、新生活始まって、はい、多分悩んでる人たちもいっぱいいると思うんだけど、なんか、これを言ったら運気がちょっと下がっちゃうよみたいな。言わない方がいいよみたいな言葉って何かあるかな。でもこれ動画で俺が喋るってことが言っちゃいけない言葉言うわけだから嫌だね。確かにね。まあ。皆さんのために、うん、そうですか。一度だけ。はい、本当、はい。僕は絶対娘にも言ったことない、はい、妻にも言ったことない言葉があります。それは、バカです。バカ一番ダメです。バカダメなんだ。はい。バカっていう言葉は、仏教的な言葉の意味もありますけど、うん、馬と鹿って書いてバカっていうんですけど、うん、まあ、動物に失礼ですよ、うん。動物的な感じで叩かないと動かないでしょとか、うん、馬の耳に念仏とかっていう言葉もありましたが、うん、聞いてないでしょとか、うん、そういうふうな、なんか力じゃないと動かないような、要は人間的な感覚を持ってない、うん、自分で思考できない人のことを、はい、まあ、いわゆる、差別用語ですよ。バカ、うんうん、一番良くないですね。バカはね、他人に言う言葉では。うん、だからまあ関西でも特にバカって絶対ダメですからね。あ、そうですね。もう関西はバカはもう喧嘩になっちゃうね。関西人ですよね、うん。アホはいいんですよ。アホはいい。アホは可愛いとかね、うん。ちょっとそういう言葉になりますけど、バカっていうのはちょっと喧嘩になっちゃうかもしれないですね。あと、ま、その、ありがとうって言葉がありましたが、これもちょっと復習になりますけども、ありがとうのじゃ意味わかりますかってなった時に、さっきスタッフの人に聞いたら誰も答えきれなかったんですよ。あれ？おら。それね、それにありがたいってことよね。はい、そうです。要は、ありえない。ありえない。起きないようなことが起きてますよ。感謝しますっていうことですよね。それと同じように、日本の言葉ってやっぱり仏教の言葉が多いんですよ。そうですよね。で、日本語って古くから結構使われてるじゃないですか。安土桃山時代ぐらいから僕は使われてると思ってるんですよ。その中で意味を考えずに単語だけ喋ってなんとなくわかるっていう使い方をしてる人が多いのかなって感じです。いや、それはあると思います。いまだに謎だなと思うのは電話でもしもしって言うんですね。あれ、申し申し、要するに話せ話せっていう意味で申し申しっていう意味で、もしもしなんです。なるほど。うん、で、まあ、僕の友人でね、昔こういう人がいて、電話取った瞬間に、はいどうぞはいどうぞなんかトランシーバーみたいな。そう、トランシーバーみたいな。その世代かもね。でもそれは、日本がその方が遅れているってことなんですよ。海外はヘローなんですよ。ああ、海外ってアメリカはね。ヘローなんです。つまりどういうことかっていうと、古い言葉をそのまま疑問も持たずにずっと使ってる。ああ、確かに。で、その言葉自体は実はすごく深い意味があるので、言葉に力があって、いわゆる言霊と言います。だから、僕らがそう思わなくても、使っちゃいけない言葉は結構あるんですよ。例えば、もうこれ絶対皆さん覚えてください、今日。疲れたってダメです。レインに疲れた。もう疲れたなんですよ。で、僕らはただ疲れたなーって言うんだけども、実は聞いてる霊たちは自分たちがついてることを認めた、受け入れた、同調者になるんですよ。だから疲れたって言葉を頻発する人はどんどんついてきます。だからどんどん本当にその言葉通り疲れてきて。最後、ドーンと疲れたって言うでしょ、はい、ドーンと疲れますよね。だからそういう場合の今度対策も教えたいんですけども、はい、じゃあ疲れたなと思ったらまずやってほしいのは元気に歩いて外で歩いたわけです。疲れてないでしょ、元気だから、うん、そしたら疲れないんですよねってことなんですよ。というふうにまずもうちょっとあ疲れたなって思ったら外にウォーキングに行く、で汗をかく、そして今度は戻ってきてバスタブに使って落とすっていうふうにしていくことが大事ですね。あとは、仏教用語なので、例えば、反省しなさいとかっていう言葉があって、うん、はい、昭和の僕らは反省っていうと、チーンって感じですよね。
でも実際は反省って反復して顧みなさい、つまりあなたがやったことに対して自分で内省しなさいよっていうことで、どこにも落ち込みなさいっていうことは書いてないんですよね。もともとね、あの徳川家も含めて葬式仏教にしちゃったので、うん、仏教自体がすごく重苦しいものになっちゃいましたけども、本来は反省しなさいっていうのはもう一回自分の中で反芻して、うん、自分のしたことに対して締めでしょうしなさいねっていうことですよ、うん、今後皆さんが、まあ、上司の方でも子供にも対してもそうですけど、やっぱ伝えたいじゃないですか、何かをね、うん、あなたこれやっちゃダメなことやったよね、シミュレーションしなさいがいいんですよ。あ、そういうことなんですね。そこには落ち込みなさいもないし、あの泣きなさいとか苦しみなさいはないんですよ、うん、反省しなさい自体が落ち込みなさいになっちゃってる、うん、うん、いやもう大変だったね、またシミュレーションして、うん、もう一回繰り返したら次は同じミスしないよの方がいいよね、っていうような感じで、やっぱり未来の言葉を使っていくにした方がいいですよね。言葉一個一個やっぱり深い意味があるので、その言霊がやっぱり何十年何百年っていう中で相当な数の人たちに使われてきてる分だけ、この空間の中でやっぱり響くんですよ、言霊って。だからやっぱりそのまず疲れたっていうのは絶対やめた方がいいですね。自分が疲れたっていうことをポロって言ってしまったら黄色信号で、まあ口癖で言っちゃいます、うん、疲れた疲れた、ね、あ疲れたけど疲れてない今のいいね、もう一回やってみて。あ疲れた、はい、疲れてない、あいいね、すごいね、爽やかにもうこんなやつにつかないですよ今みたいな、間違いない元気だぴょーん、絶対嫌ですよ、行きたくない、行きたくないね、ぴょーん流行ってるね、ちょっとお父さんだけぴょーん流行ってる、ね、あれがウサギのイメージだ、あ、そうなの、お父さんが、そうなんだ、ウサギの感じだからぴょんぴょんっていう、あとため息ついちゃダメって言うじゃん、あ、ね、幸せ逃げるってこと、あれは違いますよ、ため息ついてるから、あ、逆に吐き出す、吐き出すんだ、マイナスをついたものを吐き出しにする、だけどつけてチャンネルもやけど3万なんですよね、え、ありがとうございます、皆さん本当に皆さんのおかげでそろそろ3万になるんですけど、はい、3万になったらちょっとキャラ変えないとねあんまとなってると、でもこれも大事なんですよ、うん、こういういわゆる態度も変えていくってことも大事で、うん、僕らの場合は僕はねキャラ変えるときに娘や妻相談するんです、うん、今度はこういうキャラでいくとかで、あ、まあ、娘に注意されたりとか当然妻も注意してくるので、あ、そういうところじゃ直そうかっていうときにやっぱりただうんうんと聞かないので、うんうん、納得もして、じゃあ分かった、じゃあ直さなきゃいけないね、そしたらこういうふうにしよう、でも急に変わったとしても周りがびっくりするんでキャラクターを作っちゃうんですよ、協力をお互いにし合っていくってことも家族の絆の一つだと思うんですね、うん、そういうふうに、あの、まあ、言葉と態度、はい、言動を変えて一致させるってことが一番大事かな、うん、そうですね、はい、でもこれってね前の熟年離婚とかを防ぐ方法にもなるんじゃない、うん、ただ熟年離婚の場合は長いマイナスのカルマがそうですね、あるからな、もうあの女性はねダメだと思ったらダメなんです、そうですね、うん、で嫌なことはね10年前20年前でも昨日のことのように鮮明に思い出すしね、まあ、でもねそうならないように、うん、あの今からの時間でも ね、 ね、あのなるべく近くにいる、うん、あの子供やね、うん、配偶者それぞれ要するに自分は持ってる一番最初のねメンバーに対していい言葉を使っていくってことを皆さんまずやっていきましょう、はい。